およそ700年の歴史を持つ国東市武蔵町の吉弘楽は、笛や太鼓などに合わせて踊る風流踊りです。去年ユネスコの無形文化遺産に登録されましたが、担い手不足が課題となっています。こうした中、この伝統を後世に残していこうと、地元の義務教育学校市政学園を保存会のメンバーが訪れ、初めての特別授業が行われました。参加したのは4年生と5年生およそ70人で、踊りの映像を見た後、吉弘楽の歴史や演目などについて学んでいました。こういう伝統が守られていることがすごいと思います。吉弘楽は、とても楽しそうでいいと思いました。体験したいです。保存会ではこうした取り組みを続けながら、次の世代に吉弘楽をつないでいきたいと話しています。